スのおっさん、フランキーも。まあちょっと時間をもらえるか。おめえらに見せたいものがあんだよ。こっちだ。気に入ってくれるといいんだけどよ。まあまずはその目で見てくれ。見て驚け。とびきりスーパーなやつだぜ。やっぱりいつ見てもサーニーはかっこいいな。いつ見てもだと？なんでもないわ。それにしても立派な重版スループね。ああ、間違いなくいい船だ。甲板はゴロネに最適な予感がするな。大きな本棚もありそうね。キッチンも使いやすいだろうぜ。かまどが3つは並んでんだろう。雰囲気あるな。よし、乗り込みやがれ。おめえら、いつでも出航できるぜ。よし、出航だ。さあ、あなたもよ。急いで、リム。わかったわ。分かったわ、ルフィ。あら、ルフィを名前で呼んだのは初めてじゃないかしら。なんだ、顔が赤いぞ。お前そんな顔もするんだ。戻りましょう。さらわれた仲間を取り戻すべく四方の塔に乗り込んだ麦わらの一味。激闘の末 CP9 と海軍を退け勝利を宣言する。そしてワフルドに戻った彼らが知った秘密とは。次章、氷塊の遺構と水の巨像。魂のようなものさ、絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。
間違いなさそうね。キューブを返して思い出の世界に行くのはあなたにとって大きな負担なのでしょ。そうなのか。無理すんな、リム。大丈夫。これは私がしたいからしていることよ。そこまでして私たちを助けてくれる理由があるの？本当にあなたの意志なのかしら。アオ、元気にしてたか、おめえら。あ、フランキーじゃねえか。ルイ、サニー号は完璧に修理しておいたぜ。おお、さすがフランキーだな。見に行くか、復活したサニー号。よし、行こう。サニー、よーし、サニーが治ったんならブルックを探しに行こう。ブルックだと？あいつまだ見つかってねえのか。そうなんですよ、私の体はまだ海の底に沈んだままです。いるじゃねえか。いや、ちょっと違うか。またおめえ妙な姿になっちまったな。魂だけでもこうして皆さんとお話できるのはありがたいのですが、肉体がなければ何もお手伝いすることができませんので、それが残念でなりません。皆さんの思い出の世界への冒険に私もお供したかった。思い出の世界の冒険？俺には何のことやらさっぱりだ。以上がこれまでのいきさつよ。大体の事情は理解した。ブルックのことやおめえらに何があったのかを含めてな。しかしその思い出の世界ってのがまるで想像つかねえな。行ってみりゃわかるさ。フランキーとブルックも次は一緒に行こう。そのためにもまずはブルックの体を見つけねえとな。悪いがそれはまだできそうにねえ。船の修理は完璧だが、シャークサブマージ3号を出そうにもコーラダルが空っぽだ。なんとか方法を考えてみるが、もう少し時間がかかりそうだ。そうか。私も何かお手伝いしましょうか。と言ってもお話しするくらいしかできませんが。ありがとうよ。幸いにも材料は揃ってるから大丈夫だ。気持ちだけ受け取っとくぜ。仕方ねえ、こっちはこっちでやることやっておくか。力を取り戻しに行くんだな。でかい像をぶっ飛ばして箱を取り返す。待って、そうしたいのは山々なんだけど、その前にちょっと行きたいところがあるの。行きたいところ？どこだ？内海よ。調べたいことがあるの。
大会に何かあんのか、ナミ。エニエスロビーでロビンから聞いたことで思い出したことがあるの。ワフルドが空から落ちてきたっていう仮説のことかしら。ええ、そう。内界に気になるものがあるの。もしかしたらワフルドの成り立ちを証明できるかもしれないわ。そうか。じゃあ調べに行かねえとな。サクッと終わらせてやる。サンダーランステンポ。よし、イクスキオセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。ウルトラギャリア。スーパーな兵器、フランキーキャノン。相手にとって不足なし。狙うならあっちにしなさいよ。さてと、男を見せる時が来た。船大工。うわ、やった。雑魚が生きがるんじゃねえよ。三刀流王三千世界。よし、イキオセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。特別料金をいただいちゃおうかしら。サンダーランステンポ。スーパーな兵器でウェポンズレフト。力が戻ってくるのが分かる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。高くつくわよ。サンダーランステンポ。オーケー、ヤトランキーキャノン。
ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィップ。ぶった切る、そっちか。危機急騰流、アシュラ一向き。やってやろうじゃない、行くわよ、サイクロンテンポ。アオ、始めるとするか。任せろ、ゴムゴムのピストル。ゾロ、次も俺に任せろ。キャプテンは、それにしても沈みかかってたサニー号を一人で直しちまうなんて、さすがはフランキーだよな。本当にそうね、フランキー。お疲れ様。そういや、さっきの娘は誰だ。この島のやつか。あいつはリム、アディオとここに住んでる。箱を作れる面白いやつだ。箱？なんだそれら。それにアディオってのは誰なんだ。アディオは俺だ。服装はともかく頑丈そうなやつだな。お前もルフィたちの仲間か。そうだ、俺はフランキー、麦わらの一味のスーパーな船大工だ。俺はごく普通の探検家だ。よろしくな。アディオ、リムはどこだ。サナ、今日はまだ見てねえな。お前たちと一緒じゃなかったのか。おかしいな、さっきはいたんだけどな。リム、どっかで休んでるのかな。きっとそうね、かなり疲れてるみたいだったから少し心配だけど、休憩の邪魔しちゃうのも悪いし、とにかく今は内海へ向かいましょう。飯だ飯。お、腕が鳴るな。任せとけ。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。
少しは強くなれたかしら。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 
かせてちょうだい。少しは強くなれたかしら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 。よし、宴だ。レディにはこの特別な一皿だ。坂を登りゃいいのか。ああ、登りきれば内海だ。ここが内海か。いい景色じゃねえか。巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそうね。行くぜ、おめえら。キアセカンド、ゴゴゴのジェットウィン。見せてやりましょう、あたしたちザンダーランスケープ。刀がうずく竜巻。スーパーな兵器でウェポンズウレスト楽勝だっ。おい、こっちでいいんだよな。いいわけあるか。砂浜に行くって言ったでしょうが。風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは確かのようね。それならやっぱり落ちてきたんだな。
とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。さあアディオのところに戻りましょう。なるほど、リムってのはそんな不思議な力を持ってんのか。俺はまだ喋ったことねえが、どんなやつなんだ。そうね、得体の知れないところはあるけど、根はいい子だと思うわ。見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか。わからない。気づいたらなくなってたの。瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら落としたわけじゃないのかもな。とすると誰かに盗まれた。ヨイサーどもなら可能じゃないか。瓶から弾を抜き出すくらいお手のものだろう。あいつらどこにでも入り込めるからな。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイサーがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。奴らが犯人だと言いたいわけじゃないさ。他に手がかりもないし、探してみてもいいんじゃない。何か話だって聞けるかもしれないわよ。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかないから。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から弾を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって話聞いてたのかよ。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちもついてきてくれるの？私の水晶玉を見つけたってあなたたちの力が戻るわけじゃないのに、どうして？ルフィがあなたを助けてあげたい理由はとても単純なものよ。とすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの？あ、そういやヨイサどっかで見たぞ。私も見たような気はするけど、それってどこだったかしら。